後ろ姿で分かんなくなって、うん、まあ、ピッチの方が逆にメインになって、うん、今そうですね、1、2、3、4、5、うん、アクション、パン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 、あ、ヤスさん似合うねヤスさんね、ヒートに出てくるいや、今日結構みんなヒート組んだんですよ、こうやって体がヒートちゃう、アクション、パン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 、はいはいはい、あ、バッチリです、皆さんもタイミングはまた言うので、はい、この時にちょっとマテルダッシュを入れたりさ、ちょっと被らない方がいいので、やっぱ外に外に行くぐらいに、はい、一応ね、今日は撮影の前にジョンウィックを、ジョンウィックチャプター2をですね、気合い入れるために見てきました、一人で、うん、アクション、ネフバーになったんで、うい、位置的にはそこで、はい、あ、でもかっこいいで、大丈夫で、はい、ここからするの、ここからターンアップして顔になるから、うん、あの、その時にこう次は打つっていう目でこう見ていただければ、うん、アクション、だいぶ小学生を見てる目線だったね目線が下、もっと上か、そうか、下すぎた、何人いるんでしたっけ、4人、さっき4人います、4人、大丈夫か、記憶さえないか大丈夫です、ああ自分と同じ高さ、はい、あ、どうしてもこう下目下目になって、ね、はい、マスク、ちょっと上目の方が逆にいいかもしれない、はい、ああ、そうね、その方が全然わかりました、あの、キュンってなる、おお、なるほど、キュンってなる、え、キュンってなる、たぶん、じゃあ今度はアップなんで、はい、目線だけさっきと同じような感じです、パタパタピッチョリーナ、パタパタしてます、もう緊張してですね、顔に汗が、冷や汗がかいちゃうので、もう今回の監督の添島ックス、アクション、はい、OK、 添島さん、はい、全部フルで入ってるんですか、いや、ね、足元はそんな入ってないですね、だそんな合わせないんで、はい、こう肩に打った形になって、はい、カシャッっていうのがあって、カシャッって言ったらもうカシャッって言ったらもう見ないで、あ、見ないで、ね、うん、でももう動いちゃう、動きを、はい、そう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 、ピッチョリーナー感じられるかな、私、まあでも感性、まあ、絶対約束できてるので、あ、なるほど、ここにいるんで、もういる、そしたらもうその動きをしてもらう、バンバンって言ったら、はい、アクションシーンを撮ろうと、いらないいうことですよね、そうです、その通りです、元国さんはすごいアクションコーディネーターさん、ちょっと油断してるジャックにおられて、もう動けないと思うんで、ね、特命係長とかですね、割といろんな作品のアクションをつけたりということもされてらっしゃる僕の親しい友人でございます、これはすごい作品になりますね来てもらってよかった、はい、はい、じゃあやってみましょうか、行きます、よし、やってみましょう、宇田川さんがピッチョの衣装を直してくれてます、嬉しい、共演ずっとしたかったっていう、はい、オッケー、ちょっと待って、見てみようかちょっと早すぎかな、もうちょっと、ね、肘が上でもいいかな、はい、そうですね、ちょっと今あだ早すぎる感じがするので、はい、もうちょっとゆっくり、はい、あの一個一個やっっていうのが一個ずつあって、はい、打つ時もちゃんと打つ、はい、いやもうなんか段取りになっちゃうと狙う瞬間がないので、もうってな感じで早く打っちゃうから目に張りがないと、まあだから落ち着いて、はい、特に投げた後は落ち着いてちゃんとこっちを見て、うん、顔を見てバン、うん、でバンバンですね、はい、頑張って、あ、でも悪くないよ、はい、うん、一応落ち着け、はい、ちょっとね緊張してると焦っちゃう、アクション、アクション、はい、バンバン、すいません、すいません、バンバン、あ、はいっていうのは俺の合図なんで、向こうそうそうそう、ピッチョがびっくりしない方がいいね、アクション、はい、
しいですね。アクション。あんなピッチョみんなバカにしてんのか。いや、してない、褒めてたね。本当にダメだね。大好きなやつです、私これ。大好き、大好きです。大好きです。これは不安でしょうがないわ。あれ大丈夫だと思う。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 一遍動き見せてください。アクション、逃げろ。バン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 よろしくお願いします。よし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 、あんま感じ。めっちゃ感じた。監督おはようございます。おはようございます。撮影2日目でございます。2日目でございます。今日は多分サバゲーのシーンがメインになったり、まああとミュージックシーンを本当に歌、あの音楽流して撮るので、うん、今日も盛りだくさんでございますけども、昨日よりはすごい速いペースで撮れるというふうに、今日決めてきました。おはようございます。おはようございます。今日から撮影参加のギターの土屋さん、はい、土屋です。よろしくお願いします。ギターソロもかっこいいんでバッチリ決めたいと思います。そして俳優陣の皆さんも今日はサバゲースタイルで、スタンバっておられます。チームハイパー道楽のエキストラの、あ、今日3人ですね。3人、1人どっか行っちゃってますけど、どうしてもマグプルのスリングを使いたいというハイパー道楽さんの熱い要望により、そしてこれを急遽ライフルのようにパラコードでギターを吊るすと。そうですね、これも反対側も超マニアしか気づかない。気づかないですね。あ、マグプルのを使ってる。さあ、海くんが撮影に加わりました。緊張します。この状態からスタートするので、はい、できるだけクローズドな感じでついちゃって、はい、押せるんですね。私これさっき押してめっちゃうーってなってめっちゃ怒られました。でも海くん怒られてなくていいなと思って。人権侵害、人権侵害。お前の人格が崩壊しとるわ。押してみてください。いや、押してみんながどういう反応するか。お前が押させたんだろ、それは。そしたら間違いなく怒られるよ。お前を怒る。ルビ君も怒られてほしいです。青チーム、いいえ。あ、ダメだな、ちょっと違う。じゃあピッチョバージョンで。あの、ハロウィンのみんな、青チーム、いいえだよ。いい絵だよ、違う、いい絵だよ。はい、大丈夫です。 OK です。じゃあもう一回だけ行かせてください。大丈夫ですか、休憩しなくても大丈夫です。はい、じゃあ OK、じゃあ行きましょう。じゃあ見てください。スモークもあったりとか、こう、いろいろ照明とかもで、僕が合図だったらすごい感じになってます。ほな、行こうか。おいで。ソイさん、これから何撮るんですか？これからですね、リップシンクといって、歌を歌う、まあ、今曲流れてますけど、この曲と、まあ、実際に映像で歌う口ですね、口パクを合わせた、まあ、いわゆる歌ってるシーンを撮ります。こんだけのお膳立てをしてるにもかかわらず、もうピッチョリーナは緊張して、もうもうめっちゃ緊張してるってしか言わないんですよ。楽しいとか、うわ上がるとか言わないとね。大丈夫かい？大丈夫です。顔がひどいよ。大丈夫かい？大丈夫です。精一杯やな、精一杯、精一杯やな。
はい、じゃああなたが動いていいのはこの線です。はい。だからここからこっち行かない。ここをできるだけキープして動いちゃって、よし。で、歌う。こっちがどうか、こっちがどうか。お疲れのご様子です。走り回っております。まだまだ行けますか。もうあと10回ぐらい行けます。さあ皆さん結構走り回ってますけど、おかわりあちこいバンバンおかわり来てますが、ビルがついてこうピッチョ視点だとこんな感じになります、はい、そして添島クスが目の前で、そうなんですよ。緊張ちるニヤニヤしながらとか、あー本当にププって時々笑います、はい、笑っても面白い、まあ、僕だったら気持ち悪くなっちゃいますが気持ち悪くなる気持ち悪くなるゲロ吐く緊張がこんなところに立たされてですね、すごい緊張します。いやでもね、やってるとだんだん楽しくなってきて踏み出してお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今日の撮影。今日もう筋肉痛です私。リップシンク。うん、リップシンク。もう今日撮ったんですけど、はい、いやマジで難しい。アドリブ難しかったですね。こう私の試行錯誤をぜひ見ていただけると。副島さんの作品出てみたかったんで、本当に副島さんの作品出てみたかったんで、本当に本当に。幸せです。今回ダメだな。なんでいけるいける。今日はどういう役回りになるんですか。こう僕ですか。はい、僕何でも嫌です。 AD っていう立場になるんです。そうですね、すごくいろいろ皆さんの気を使ってくださって本当にやりやすかったなって思います。あ、本当ですか。ありがとうございます。そう言っていただけると本当に。知ってましたか、監督入れてスタッフ3人しかいない。いや、照明さん含めてってことですよね。そう、3人しか。いや、すごい3人のスタッフで鬼でしょ。いや、すごい照明でしたね、今回。 ありがとうございます。なんかもう、ブラ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 みたいないっぱい動かしてね、いっぱい照明、ありがとうございます。いろいろ手伝ってくださったハイパー道楽チーム、お疲れ様です。イエイイエイイエイ。どうでした。楽しかったです。楽しかった。楽しかった。楽しかったか。疲れました。疲れました。確かに。方々ありがとうございました。わあ。いや、終わりましたね。とりあえず撮影が、こっからが正念場だと思うんですけど、まあまあ、編集はね、撮影が終わればでもまあ撮れてよかった。うん、撮れてよかった。やれることはやったような気がしますね、うん、もうかつてないクオリティで、うん、その動画が出来上がるような気がします。確かに。いい、サバゲー界ではこれまでなかったやり口というか切り口で、まあピッチョリーナにも手伝ってもらったし、そうですね、歌と、いやいや、ね、そうですね、踊り、踊りじゃないけど、歌っていうか、まあアクション、アクションね、アクション、初体験、ね、ないね、過去、うん、この業界では、そう、うん、ここまでやることはなかったでしょうね、うん、初ですよ。こんな照明もがっつり入って、うん、いい、まあ、本当これがピッチョリーナじゃなかったら、ない、何か起こってるかなって気がするんですけど、ピッチョリーナでよかったな、まあね、歌もまあ良かったし。それは海くんの歌が良かったからだ。まあ海くんの曲がまず、うん、まあ良かった。歌っていうか、曲、まあ、曲です。ピッチャの声も良かった。あ、う、あ、ん、もうありがたいありがたい、うん。こういう感じで撮影が終わりましたですね。はい、わー。